ことが起こったよ。3分以内に高飛び棒を使ってこの穴を全て埋めないと、ドレミの足元に置かれた危険物に火をつけるぞって脅しのメールが来たよ。大変だ、ドレミを守らないと。じゃあ3分ドレミ救出作戦始めるよ。ポンポンマイ、よーいスタート。うわーうわー、あれ意外と1個の穴から出るのに時間がかかる。え、なんかボタン連打したりしてもなんか思ったより時間かかるんだなこれ。うわーよいしょよいしょ、もう足首ぐねりまくってます。待っててねドレミ、助けるからね。3分間に合うかなこれ。ああドレミを救わないと危険物に火がつけられちゃう。なんて卑劣なことをする人なんだ。ドレミはサングラスして余裕だな。なんか結構穴に着地するのも難しい。おー穴から抜け出せないよ。一生懸命一生懸命ピョンピョン、一生懸命一生懸命ピョンピョン。やばい、もう少しだ。頑張れ頑張れミミマル、足痛いよ、足首ひねってるよ。やばい、もう無理かなこれは。守れなかった、間に合わなかった、ごめんドレミ。足元の危険物に火がつけられる。あ、このまま火をつけたらお股に火がついちゃう。やばい、痛い痛い。大丈夫かドレミ、怪我はないか。あれ花火きれい。ドレミ大丈夫だったか、救出するぞ。別に危険を感じてなかった。ドレミミミマルがしたわけじゃないんだけど、ごめんなさい。ドレミ今度は守るからね。いくよ、ポンポンマイ。